投打ががっちり噛み合い、首位を改装するソフトバンク、マジックを着実に減らし、4年ぶりのリーグ優勝が見えてきた、ただ、気になることがある、三塁コーチャーを務める井出達也がいや、守備走塁兼作戦コーチが体調不良により、8月27日のオリックス戦からベンチを外れている、実は井出コーチの本塁突入の状況判断をめぐり、SNS 上で批判の声が殺到する事態になっていた。写真監督から 信じられへんわ、と苦言を呈されたのはこのコーチ。体調不良の詳細が分からないですが、三塁コーチャーは大きなストレスがかかる役割です。試合展開、気候、外野の芝の状態、走者の走塁能力、外野を守る選手の肩の強さ、正確性、補給体制などを加味して、本塁に突入させるか、静止させるかを瞬時に判断しなければいけない。 井出コーチの場合は1週間に3度、本塁紛失があったので、状況判断に疑問を呈する矛先が向けられました、スポーツ紙デスク。強打者の前の突入を野球解説者も批判。8月20日の楽天戦、楽天モバイル、初回、西一塁から山川穂高が左翼戦を破る二塁打を放つと、三塁コーチャーの井出コーチが腕を回して一塁走者、今宮健太を本塁へ向かわせたが、 楽天の中継プレーで本類タッチアウト次の打者が打率トップの近藤健介だったことを考えるとリスクを背負って本塁突入の必要がないという指摘が野球解説者から相次いだ先制紀を逃したソフトバンクは2回以降は立ち直った相手左腕早川隆久を攻略できず完封負けを喫した25日の日本ハム戦エスコンフィールド では3点差を追いかける3回 1, 試1・1・2塁牧原大成の左前安打で井出コーチが。